しでも交わしたいところだが、まあ今俺たちが接触するのはまずいよな。代わりにこれを受け取ってくれ、エレン。必ずみんなを救ってあげよう。唯一の救い。エルディアの安楽死。なんつった、安楽死。お前はこれからくせえ巨人の口の中で自分の体が咀嚼される音を聞きながら死ぬわけだが、お前にしちゃ随分と安らかな死に方だろ。奪った仲間たちの命に比べてみれば。奪ってない、救ってやったんだ。そいつらから生まれてくる命を、この残酷な世界から。また足が伸びてきたみてえだな。クソ坊さん、見ててくれ。